あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで猛虎に疑われぬよう従うふりをしようと。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。道中様、なぜお戻りに。クロード様です。大勢で三門から。ノリオは皆と中におります。猛虎の気を引け。そして小勢を両脇に送り込む。木を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。うん、あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。いや、かねたの木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。策通りにことが運ぶかずっと不安であった。兄や仲間がいなければ私も不安だったはず。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。杉寺を頼みますか。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と赤島、櫛が一つにまとまりました。三門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。
は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に型に継がれよう。
耐えられそうにありません。トラリチェック、ガスライ。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ね、ノリオ。兄さん。牢から連れて行かれた時、てっきりモコに全て教えればお前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、櫛寺、赤島も構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。
ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか？まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです？ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。酒井様、いかがなさいました？ノリを探しておる。どこだ？炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。
酒井様。酒井様。男らとは始末をつけた。ありがとうございます。これで気が休まるとよいな。兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百虎長ハーチは見つかったのか。この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ。小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に兄が生きていたらということですか。その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。見渡せます。その鉄ならすでに踏みました。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか。その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。
櫛寺を賊どもの手から守った後に守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ。わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ。砦が燃えておる。ノリオは何をした。サカイ様、お助けを。ああ、大変です。何があった。ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。なんだと。地獄のようなありさまだ。誰の所業だ。ノリオです。正気を失ったようで。俺を焼き殺す勇気があるのか。燃えろ。その罪ごと燃えろ。人殺しめ。怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチュは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く。わかりません。火をつけた時奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。
て。坂井、話がある。あと少し遅かったら俺も血を吐いて死んでたんだろうな。本当に毒が入ってたのか。一緒にいた男がまず飲んだら、用心しないとね。行く先々で女が行方知れずになったのって一体何が起こる。うちの鎧はもうこの武器にも負けません。礼を言う。国を送ってたらしい。男と夫婦にするために。それだけは死んでもごめんだよ。酒井、話がある。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神谷方におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。これは何だ。猛虎の小勢、皆殺しだ。犯人は丸焼けだ。冷やを使ったな。背をいられておる。今日疲れたのか。日本の矢、叔父上の陛下。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で、年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる。確か
1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に？飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、火急のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ？この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と？松と申します。先生から何か聞いたのか？いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られて、どのようなご気分？重い席が伴う。密かにお楽しみでは。俺が化け物ならばな。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。ああ、体。仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ？狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ？獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か？次を見に行きましょう。北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは？父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村？まさかあなたが噂のクロード？でももののけのごとき背の丈だったはず。嘘だ。猛虎をたばかるためのな。それはつまり大げさな話を広めたということですか？勝つためなら卑しき真似もせざるを得なかった。誰もがそう。あっ、獲物が取られる。追い払ってください。早く。任せろ。飢えておるな。お主ら、どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ？あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは？嬉しくはないが、自ら決めた道だ。迷いや悔いはありますか？無論だ。だが猛虎を撃つためならば受け入れよう。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです。何か取れてるかも。ああ、よかった。獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。
何を見ておる。本土、猛虎も戦もない地、あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする。京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って、みやびな着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ、行こう。先生がお待ちでしょうからね。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今なんと。気にするな、急げ。家はどこだ。この近く。さあ、よし。ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで。島のためなら鬼にもなろう。私たちは辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな、なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だ。つまり助立ちがいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょう。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。あれじゃ猛虎に勝てそうもない。なら何を拾って言うんだ。岩法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるかな。あの百姓の話は。そう、それそれ知ってる。弓を見て差し上げましょうか。恐れながら私ではこれ以上鍛えられません。酒井、守備はどうだ。知らせがあります。
の城郭で巴と話しました。蒙古に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首をはねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか。肩をつけてやる。矢筒を新しくいたしませんか。これほどの品はありません。お目が効きますね。お役に立ててください。また頼むぞ。ここで良い知らせをお待ちしてますね。いや！坂井。巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。良いか。一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は。麦谷の北。捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは蒙古に裏切られ窮地におるでな。窮祖は猫を噛むと言います。所詮ネズミはネズミだ。巴にできることは二つ。助けを求めるか裏切るか。あやつを知った今どう思う。旧兵を一掃できるならば試す価値はある。己の命を落とすな。城郭では無事でした。あの場にわしがおれば結果は違ったぞ。待ち伏せでなければ司祭を聞き蒙古の企てを止めるため手を組みます。処罰はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。
何か聞くおつもりですか。巴と話すことなどあれせん。寝返ったわけはあの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐ気を抜くな。ここからは歩くぞ。鏡、敵が隠れておるやもしれん。あれが飛ば。敵はいません。見えぬだけ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は石川先生。ジン、私が殺すつもりならとうにやっておりますよ。あやつ、こっちに来て。ここで待っておる。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。時と場所は。ウムギダニ、すでに向かってる。なぜ教える。藩への仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします。しまった、もう米つけていたか。お前待て。巴は応戦しておりました。芝居だ、油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら望み通り行ってあげましょうか。やめよ。このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。ウムギダニを救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した。拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。バンソー、Oh!
前の近道は分かるか。我らの姿を見られたら急兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を。お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに、野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。串につく頃には旧兵は手に負えなくなり、命令も無視する。援軍だ。数が多い。行くぞ。まずの出来ね。先生のような口ぶりだ。原の奥にある林、あそこならば休めそうだ。巴、櫛でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。こっち、かがんで。猛虎は多勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか。いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め、俺が見張ろう。日が沈んだ。行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょう。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。